こんにちは、純一です。この動画では、部品選定の方法について話をしたいなと思います。以前ご視聴いただいている方から、コンデンサー耐圧ですね。コンデンサーっていろいろ耐圧がありまして、それをですね、どうやって選んだらいいのかということのご質問をいただきました。それについての、今回はね、解説の動画としていきたいなと思います。もしご視聴いただいている方の中で、同じようにですね、何か疑問に思っていることがありましたら、ぜひお気軽に、コメント欄までご記入いただければと思います。お時間いただくかと思いますけども、返信の方ね、させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではですね、説明の方始めていきたいなと思います。はい、それではですね、このような電源回路を想定して話をしたいなと思います。でですね、コンデンサーの耐圧ってなると、あとこの電源回路以外に、カップリングとかですね、デカップリングの回路っていうのもありますけども、基本的にはこの話を聞いていただければですね、そちらの方も同じような考えで考えていただけると思いますので、ぜひね、最後まで聞いていただければと思います。それではですね、まずいろいろなケースっていうのがあるので、それを整理しながら考えていきたいなと思います。で、直熱管と防熱管、このご質問いただいている方はすでにご存知かと思いますけども、直熱管っていうのはすぐに動作するんですね。電源を入れると、フィラメントがすぐに温まってすぐに動作できるのが直熱管の、一つの特性かと思います。で、防熱管っていうのはその電子が飛び出す、下層道ですね、ヒーターで温めるわけですね。ですから、温まりきったところでないと、完全に電気が流れないと、徐々に動作していくのが、防熱管の特性の一つだったっていうことは、以前のね、動画でもお話ししたかと思います。そうするとですね、考えなきゃいけないっていうのが、いろんなことを考えていく必要があるわけですね。ただ一つだけの事象を持って考えられないというところがあります。まずですね、一つ電気の特性っていうものを簡単に考えていきたいと思います。電気っていうのは、電源回路っていうのはですね、何にもこう電気、外に物がつながっていない時の状態っていうのが一番高く電圧がなるんですね。ですから、例えば今この絵を描いてますけども、この出力管が動作していない状態っていうのがあるわけですね。その状態が一番この回路では電圧が高くなるわけですね。で、その高い状態以上の耐圧のコンデンサを選んでおけばいいわけです。ただですね、設計となりますので、むやみやたらに高い電圧の耐圧のコンデンサを選んでしまうと、製作費用とかが、どんどん上がってしまうわけですね。じゃあどこで、それを止めたらいいのかということを考えていく必要があるかと思います。そうするとですね、例えば、基本的には一番高くなるのはこのトランスの、電圧の 1.4 倍まで上がるっていうことを考えていただいたらいいと思うんですね。それは実光値と、波光値ってね、波の一番高いところの考え方ですけども、基本的にはその波の一番高い位置まで電圧は上がりますので、そこをベースに考えると。で、トランスに書いてあるのはその実光値になってますから、例えば 100V っていうトランスであれば 140V まで上がるわけですね。ですから、コンデンサーは140よりも高い電圧のものを選んでいくという形になります。ただですね、ちょっとここにはコメントとして書いていないんですけども、トランスっていうのは、この何ミリアンペア取れますよとか、何アンペア取れますよというですね、要は何ワットって考えた方がいいかもしれませんけども、その何ワットっていう一番大きい状態で書かれている電圧が出るわけなんですね。ということは、その容量よりも小さいところで使うと、電圧ってのはより高く出てくる方向になってきます。ですから、1.4 倍以上に実際には取っておく必要があるかなというのが、私の考えです。で、なんでそういうふうに考える必要があるかっていうと、最初に、その B の回路とか、
電気が流れない瞬間っていうのがありますよね。その時っていうのは負荷が小さいので電圧だけはドンと高く出るわけですよね。で場合によっては、まあ、ヒーターとかが3アンペアとか 6.3 の3アンペアって書いてあるけども、そこに 1.5 アンペアの玉しか使ってないっていうと、トランスに対して容量が下がるわけなんで、この B の巻線の電圧が高くなるっていうことが、十分考えられますね。それからもう一つですね、高くなってしまう要因っていうのがあって、それは一次側ですね、100V、ね、商用電源は 100V なんですけど 5% 高いとか、10% までは聞いたことはないですけども 10% 弱まで高いというケースが、十分考えられます。そうすると 400V のところが 440V になってくるんですよね。こういうふうに上がっていくことも考えられますので、まあ、そういったところを加えながら、見ていくということがいいんじゃないかなと思います。ですから、トランス使っているのの 1.4 から 1.5、1.6 倍ぐらいの電圧のものを用意すれば、まあ、ほぼ問題はないんではないかなというふうに考えます。それからですね、じゃあその電気がどういうふうに上がっていくかっていうのをケースバイケースでちょっと考えていこうかなと思います。例えば出力管に直熱管を選んだ回路だとどうなるかっていうと、すぐに電源を入れればその直熱管、出力管には電気が流れ始めるわけですね。そうすると、電源側、その B 回路ですね、が上がっていくのに合わせて出力管の方で電気が流れていきますので、この上がるピークっていうのが比較的抑えられるというふうに考えています。しかし防熱管をここで持ってくると、電源を入れた瞬間はその出力管には電気がまだ流れ始めないですので、じわじわ上がってくるわけですね。流れ始めたんですね。ということは入れた瞬間は電圧がぐーんと上がってくるわけです。そして徐々に徐々にその高圧が下がってくる。でどこかで安定して落ち着くというふうに考えていけるかなと思います。で、もう一つ、整流管の場合がありますね。で、整流管は直熱管と、あとダイオードですね。この2つのケースは電源入れた瞬間にすぐ上がるんですね。で、ダイオードを使うと真空管での整流よりも内部抵抗って電源回路で落っこちる電圧が小さくなりますので、より高くなると。ですから、この最初に話した 1.4 倍まで一番高くなるのはこのダイオードを使ったケースですね。直熱管を使うとその内部抵抗分で、内部抵抗かけるですね、流れる電流分下がりますので、ダイオードの次にちょっと低くなるのかなと思います。で、防熱管の場合はこれはご存知のように電気が流れるまでゆっくりゆっくり上がりますので、電源スイッチ入れた瞬間はまだあまり流れてないですね。電圧が上がってないんですね。そして防熱管が上がった時にぐーっと電圧も上がってくるという形になります。あとはその選んでるパワー管か直熱管か防熱管かで、また少し話が変わっていきますけども、だいたい整流管側の、何を選んでるかというので意識したらいいのかなと思います。ただ整流管って結構後から差し替えて音の違い聞いたりするので、防熱管ベースで設計するよりも直熱管ベースで設計をした方がより安全な方向に行くのではないかなと思います。はい、ね、ちょっと長い説明を聞いていただきましてありがとうございます。ではですね、一応まとめの部分になるんですけども、出力管と、選定管の選定によってその上がる電圧が変わってきますよということで、ケースバイケースでね、考える必要がありますよというのが一応まとめにはなってきます。簡単に図の方に書いておきましたけども、基本的には出力管が直熱管であればあんまり上がらないよというふうに考えてもらっていいかなと思います。で、出力管が防熱管であれば、非常に電圧が高くなりますので、設計を気をつける必要があると。で、ちょっとさっきのページで書くのを忘れてしまったんですけども、個人的にはですね、だいたい整流管を使った時は 1.2 倍ぐらいまでの電圧になると考えて初期設計をしています。
で実際作ると、電圧その辺誤差は出てくるんですけども、まあ、大体、まあ、10% ぐらいの範囲かな、 10% も変わらないですね。まあ、その 1.2 が 1.3 になったり 1.2 が 1.15 になったりっていうことで、上下はあると思いますけども、だいたい整流管を使う場合は僕は 1.2 として、ダイオードを使う場合は 1.4 と考えて、設計をしています。ですから200ボルトぐらいを整流する分にはあまり影響はないんですけども、時々400ボルトを整流とかっていうアンプを作んなきゃいけない時があるんですが、この場合は非常に、大きく変わってきますので注意が必要かなと思っています。で、もう一つかかってくるのが、この電源トランスのに対しての負荷が小さい場合は電圧が高めに出てきますので、注意して部品選定をする必要があるかなというふうに考えてます。まあ、あとですね、まあ、よくですね、多少オーバーしても平気だよっていう言い方がまかり通ってる世界ではあるんですけども、多少もオーバーしない方がいいです。最近買ったコンデンサーでいうと本当500ボルトぐらいの耐圧なんですけども、その多少オーバーしてたらコンデンサーがブーンってうなってたりするっていうことがありますし、そういう、ね、保証対象外の方法で使って部品が壊れたりしてもですね、これまた良くないですので、やはりですね、そういったところはしっかり守ってやられた方がいいかなとは思います。でやっぱりコンデンサーを作ってる方のね、身になって考えてみますと、少しでもオーバーするっていうのはあんまり考えてるものではないですから、そんなギリギリでもちろん設計はされてるとは思いませんけども、しっかりですね、その容量っていうのは守って、決められた仕様を守って、部品っていうのは選んでいくのがいいかなとは、個人的には考えています。それではですね、すいません、今日はね、あんまり動画の方がなくて話ばっかりで恐縮ですけども、以上にしたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございます。また、次回の動画でお会いできればと思います。失礼します。